皆さんこんにちは、朝日です。皆さんこんにちは、佐々木朝日の弟です。今日のおやつの時間はですね、カステラ好きですか？おお、はい、好きです。カステラといったらどこの部分が好きですか？茶色いところ。上？上ペラってめくった時のやつ。めくった方めくった方めくられた方めくられた方、うん、めくられた方でもうちょっとあったらいいなって思うもの何ですか？え、どういうことめくられた方にもうちょっとあった方がいいもの？ピーってさ、こう皮めくるとさ、うん、あー持ってかれちゃったって。うん、あの甘い部分でしょ？そう、うん、それもっと欲しくないですか？欲しいですということで今日はね、ご用意いたしました、はい、え、そこの部分じゃじゃーん、こちらです。大島屋の特選和三盆ザラメカステラ。あ、ザラメね。はい、そうです。あー、まあ、いいね。カステラといったら、あの文明堂とかもそうだと思うんだけどさ、この下のところにあの紙が引いてあるじゃん、うん、そこにこうザラメがバラバラバラってあって、ね、こうそのシートのところ剥がさないといけないんだけど、うん、ザラメも持ってかれてしまったりするじゃない。そうですね。そう、はい、これはすごいの。見ようでは開けていきたいと思います。はい、それがじゃ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 ーん。おお、こちらでございます。ザラメ、なんとなんと。え、あ、そういうことか。後乗せザラメが入ってるんですよ。おー、なるほど。この下のところにザラメがね、こうちょこっとついていて、うん、この下のシート剥がしたらザラメも一緒に剥がれちゃうよと、はいはいはい、もうちょっとなんか欲しかったのにって思う時もあると思うんですけど、はい、これは思う存分かけられます。さすがっていうカステラ。面白くない？なるほどね。そう、かけないといけない分ちょっとした工程が必要になってくるんですけれども、はい、ここにね、もうあの作り方書いてありますので、まずは上にかぶせてある和紙を剥がしていきます。カッと和紙を剥がします。うわ、うわ、濃いね、色が。めっちゃいい香り。すっごいカステラ。カステラの上にこのザラメを振りかけていく、はい、で、もう一度和紙を乗っけて、最後になんかペットボトルとかでちょっと重しを乗せて、10分から20分なじませれば出来上がり。全部かけてもいいっちゃいいんだけど、うん、なんか素材の味も楽しみたいです。そうなんだよ。だからザラメ 100% はここら辺そこだけあ、まあね、なし、ザラメ 0%、うん、ザラメ 100%、うん、じゃあなんかちょっとグラデーションっぽい感じに。あ、いいですね。どう、はい、いいと思います、うん、まんまや。相当乗せるな。これザラメ 100% 徐々に、うん、徐々にゼロになってくるってことでしょ、うん、これザラメ、これザラメ 100% ぐらいだよね乗せすぎじゃない。え、乗せすぎ。問題なく、はいはいはい。いいね。もうちょっと、全然余ってんだけどこれこの差がすごすぎない？もうちょっとかけていいのかな。100から急に10ぐらいになって。ああ、いいね、いいね、いいね。ここをうち残しておいてね。はい、ここダメですよ、止まらなくなってきちゃうのね。100のとこじゃあもうさ、もう超は超100にしよう。200ぐらいにしよう積もってる積雪5ミリぐらいあるこれで押しつぶすと、この和紙をまた引いて一旦戻して、で、この押さえ紙を乗っけて。それ潰れるべ。でも長さ的にちょうどよくない？まんべん、まあまあ長さはね、ただ重さがさちょっと怖い、怖い。え、でもなじませたいわけだから。あ、いい感じじゃない？マジ大丈夫それ？10分から30分。そんなに？うん、すごっ。となじむらしい。でも待ってられないからさ、この0%のとこ食べないほら、こうやって取れなくなっちゃうんだよ。ここほらザラメいっぱいかかってるけど、ここはさ、こっちにほら持ってかれちゃうの。はいはいはい、よくあるあるじゃん、カステラ。あるある。ではでは、ザラメ 0% いただきます。いただきます。あ、硬い。硬め。え、固めなの？うん、カステラや。あ、ザラメいた。ほんとだ、ジャリジャリ言ってる、うん、いいな。私の方だって全部持ってかれてるもんしっかりしてる。
このカステラしっかりしてるね。これはなんか飲み物が欲しい。あー確かに、なんかこうパサパサしてるわけじゃないんだけどずっしって感じの、うん、私ゼロパーでも全然いい。俺ももうゼロパーでもね、甘さは十分、うん、確かにある、甘さ十分ある、うん、目が大きく見えるかな今カステラを、ザラメを乗せペットボトルで押さえつけています。美味しくできるかな。ということで約20分ぐらいですかね、経過いたしました。だいぶね、重い重しを乗せていたので、さっきよりも心なしかペタンとしてちょっとね、1センチとは言わないけどちょっとちっちゃくなったすぐ食べたい人はあのしゃもじとかで優しく押さえてくださいってあの書いてありましたね。せーの、オープン。おー、確かになんか食い込んでる。いやこっち、いやいや全然まだ乗せすぎだよ。でもここら辺はしっとりしてる、ほら。あ、もう一体化してる。一体化してるよね。うん、ガサガサガサ。ガサ。そうなるわ。これやばくない？オンザラメからのインザラメ。はい、ということでね、たっぷりのザラメが乗ったカステラ。いただいてみたいと思います、はい、ではいただきます。食べづらい。うわジャリジャリ。甘さそんなになんか変化なくない、うん、こんなにかかってんのに、うん、なんでだろう、噛んじゃってるからかな。もともと甘さ控えめな、甘さ控えめのサラミとかあんのそれ。いやいや甘いよ、甘いね、うん、なんか不思議、うん、さっきとあんま変わんない、ね、甘さ変わんないね。あのね、みんなが想像した通りの味確かに、ちょっと 100% はやっぱあれだね、うん、ちょっとうざいね歯がびっくりしてる、うん、カステラだと思って優しく噛んだのにキキンってなる。だからこれ全部入れようとすると多分大変なことになっちゃうから、うん、あの微調整して乗せた方が良さそうではありますね。ここら辺だよね。確かにそこ、ここがベスト。ザラメ 20% 30% 増しぐらいが多分ね一番美味しく食べられるかもしれない、ね、200% はちょっとねやりすぎた。 200% やりすぎたね、うん、でも物自体は美味しい。あでもなんかカステラ久しぶりに食べたわ、美味しい。他にもカステラアレンジとしてこう生クリーム乗せてショートケーキみたいなフルーツ乗せて感覚にもできるし、これ面白い、卵と牛乳だでフレンチトースト、カステラのフレンチトーストってめっちゃ美味しい気がするわ。でお値段が初回限定で1本1200円で送料が950円だからまあだいたい2000円ぐらいですね。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次のおやつ時間でお会いしましょう。バイバーイ。